委員会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。岩佐委員どうぞ。岩佐委員。それではよろしくお願いしたいと思います。もう多くの議員がそれぞれ松市長に質疑を重ねてこられました。できるだけ重ならないようにとは思いますけれども、質問よろしくお願いします。まず質問に入る前にですね、この度は27代京都市長ご就任、誠におめでとうございます。本当に激しい選挙戦ではありましたが、市民の負託をどの候補者よりも多く受けられたことを心より歓迎し、このように松井市長と議会の場で議論できることをとても嬉しく思っております。そして二元代表制の一翼を共に担う立場であり、府市協調はもとより真摯に議論を重ね、合意形成を図り、京都市民の幸福のための市政実現に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。市長は今回の予算案において突き抜ける世界都市京都に向けて新しい京都を切り開く6つの政策を基本に予算を提示いただいております。私は第三分科会に所属をしておりましたので、基本政策をもとに交通局、産業観光局、上下水道局について質疑をさせていただきたいと思っております。まず交通局に対してでございます。3年間に及ぶコロナ禍を職員の皆さんの努力によって何とか持ちこたえていただき、令和5年度決算見込みは地下鉄事業においては市長副市長の尽力と政府与党の支援もあり8億円の黒字、市バスにおいては財政支援等なければ実質5000万円の赤字ではあるものの6億円の黒字見込みとのことでした。令和6年度予算案において、まず重点課題への対応として経営健全化の推進と市バス混雑対策を挙げておられます。混雑解消に向けて市長選挙公約でもありました観光特急バスを走らせることには大いに期待をしているところです。まずは走らせ、課題について検証をしっかりと行っていただきたい、このように思っております。これらを含む予算については市バスで6億円、地下鉄では3億円の赤字を見込む予算案が提示をされております。もろもろお尋ねしたところ、コロナ禍前の乗客数が見込めない、人件費や燃料費など価格高騰が続く等々お答えをいただいたわけでありますが、ちょっと見てみますと令和5年度の乗客数比較をすると、市バスでは1日あたり1000人、地下鉄5000人の増客にとどまっております。もちろん根拠もあり慎重に検討した上での予算提示ではあったと思いますが、私あまりにも消極的な予算案ではないかと受け止めております。古い話をするわけではありませんが、かつて地下鉄は1日4200万円の赤字であり、京都市政の根幹を揺るがすものとして、それこそ全庁一丸となり1日5万人の増客を目指し必死で取り組みを進め、前倒しで実現できたことを今も鮮明に覚えております。その後順調に進みましたが、コロナ禍により大きく後退を余儀なくされたことは十分承知をいたしております。しかし今いよいよさあ再出発だと気持ちも新たに前向きに取り組みようと思っておりました。就任されたばかりの市長にお尋ねするのもどうかとは思いますが、今の京都市にはあの時の熱量をなかなか感じることはできません。市長の認識を伺いたいと思います。松井市長。はい、温かいお言葉ありがとうございます。熱量が不足しているのではないかと、この厳しいご指摘ですので、これはもう厳しく受け止めなければいけないと思います。北村局長筆頭にですね、交通局の職員も全力を挙げてなりふり構わない改革を今取り組んでいるところでございますが、やはりコロナの前の危機感に比べて、コロナの後なかなか乗客の方々が戻っておられない、
これをどう受け止めるか、先ほど小島議員の方からも、もっと駅中も含めて、アイデアを出すべきではないかというご提案もありました。これはですね、私どもももちろんもういろんな答弁も申し上げているので、本会議でも申し上げましたので、同じことを繰り返しませんけれど、やはり今のこのオーバースリズムと言われるようなものもありまして、そのやはりブレーキとアクセル、両方こう踏み上げているようなところもあって、ちょっとかつてのような一丸となった熱気、あるいは、増却目標、具体的な数字が出せてないというのは、ちょっと私も含めて重く受け止めたいと思いますが、私、考えますのは、これも交通局だけではなくて、観光の分散というようなことであると、これはもう都市全体、あるいは産業観光局も含めてですね、都市全体をどういうふうな街づくりにしていくかということと関わる話だと思うんですね。ですから、みんながどれだけ地下鉄、市バスを乗ろうという、この運動も大事でありますし、まあ、私もいろいろご批判あるんですけど、たまに地下鉄乗ってるんですね、バスもたまに乗っています。ですから、それはやはり実際乗ってみないとわからないという部分もあるので、そういう意識改革はしていきたいと思いますし、また先ほど来、他の課題でも話題になっていますけれど、やはり若い職員にですね、どんなアイデアがあるのか。場合によっては大阪の公共交通使ってみる、あるいは出張の折、あるいは自分自身が旅行行ったときに、東京のメトロを使ってみる、やはりそうしてみるとですね、京都の地下鉄が相対的に、あ、素晴らしい、こういうところは素晴らしいけど、ここはもうちょっと工夫があるんじゃないかな、それをしっかり意見を出し合ってですね、そして交通局だけじゃなくて、京都市全体が、やはり増客目標をしっかり達成できて、少しでもですね、厳しい環境があります。人件費、物件費、いろんなもの、燃料費も上がってますから、厳しい環境ですが、できるだけ利用者本位で、使いやすい、そしてみんなが市バス、地下鉄に乗ろうという気持ちになっていただけるような工夫をしていきたいと思っております。岩佐委員。はい、今、市長おっしゃっていただきました、地下鉄は、まあ、値上げを回避ができました、しかし市バスについては、市長は値上げはしないということをおっしゃっていただいておりますけれども、交通局では最後の手段と。ということでまだ残しております。我々はもちろん値上げは回避することが何よりですが、何よりもやはり現金収入増客が大事だと。この地下鉄市バスはやはり現金収入を上げることが大事です。で、現在課題でありましたから、当然混雑対策、これは必要であろうかと思いますが、一方で周辺はガラガラです。ここをどうするんだということも私は視野にもっと入れるべきではないだろうかと。黒字路線で赤字路線を賄うと、この構造は分かりますが、しかし今ここに来て混雑で中が厳しければ、そこを改善すると同時にスカスカのこの周辺部をどうするか。先ほどうちの松田議員がですね、この山科地域における地域公共交通の在り方についても市長と素晴らしいこの質疑のやり取りをしていただいておりました。まさに西京の落栽最高であり、都市計画に見られる周辺部環境への対応、交通網の整備による若者子育て世代の定住、周辺でもイベントの積極的な開催、また観光の分散化等々、赤字路線解消の手立ては私はしっかりあると思っております。落栽、落北、落東、落南と市長は京都市全域の市民のお声も聞かれ、地域のポテンシャルも感じ取っていただいていると承知をしております。市長も申し上げられましたが、これは交通局のだけの話ではありません。全庁を挙げて再度、特に周辺部における増客という視点も視野に機運を高めていただきたいと思いますが、改めていかがでございましょうか。松井市長。おっしゃるようにこれ本当に都市の、私はそれぞれ私自身が中京区の出身で、中京区のことでも分かっていると思ってたら分かってないこともある。ましてや先ほど松田先生からお話がありました、山科のこと、あるいは山科といっても伊達にも名護ございます、大子のこと、伏見のこと、洛西のこと、あるいは左京や右京や北や、洛北、洛南、洛西、楽と、これしっかりですね、それぞれの魅力がある、同時に課題もある、これをしっかり知恵を絞りながら、どこかの地域だけが良ければいいということではなくて、
京都地域全体が発展する、その時に市民の足である交通というのは極めて大事だし、それは相互に関わってくる問題ですから、しっかり全地を挙げてですね、風通しよく、先ほど来いろんな先生方からご指摘いただいているみたいに形式的な会議があってもあまり意味がない、それは会議で時間ばかり取られてですね、ですから実質的に職員の方一人一人がいろんな知恵を集めてこれるような、そういう仕組みも副市長以下いろいろご相談してですね、新しく作って、しっかりと前向きに都市経営の一環として進めていきたいと思います。岩佐委員。はい、ぜひとも期待を申し上げております、よろしくお願いしたいというふうに思います。次に産業観光局についてお尋ねします。一次編成におきましても預託金を除けば第前年プラスの予算です。基本政策である文化指導を支える強い経済の復活、京都を日本のシリコンバレーに突き抜ける魅力のある文化指導京都を担う観光政策と、まさに市長の思いを実現する大きな責任を担う局の皆さんであると期待をしております。この一次編成における市長の思いと、さらにブラッシュアップするであろう二次編成への思いについて、まずお聞かせいただければと思います。松井市長。はい、これは観光の問題もあるんですけれど、私はやっぱり京都がもっと魅力を高めてですね、やはりいろんな経済活動ですね、企業誘致っていうと、こう私も元通商産業省の人間なんで、工場立地というようなことが一番根幹にあって、これは最近で言うと熊本がすごく、国策と連携してですね、ものすごく効果を上げておられると、ああいうやり方が京都にふさわしいかどうかは別ですけれども、やっぱりそういう工場の立地というのも大事ですが、やっぱり私はですね、京都という町、この前は先ほども申し上げたようにアーバー大学の大学院生が来られて、京都の魅力って何かといったときに、やっぱりこれは日本ツアーの中の実は大半を京都で過ごされるんですね。それは何かというと、やっぱり京都が一番日本の中で例えば寺院に行って座禅を組んだりするというようなことも含めて、それがいろんな事業のアイデアを生むというようなことで、ビジネススクールの、私がお相手したのは行政大学院の方々でしたが、ビジネススクール系の方々もそういうところを訪ねられる。で、こういう魅力をですね、どうやって実際の京都での事業活動に、単に例えば観光客として1週間2週間来ていただく、それも1泊2泊ではなくて5日1週間10日間いていただく方が我々としてはありがたいんですが、それよりもさらにですね、長期で京都でいろんな事業をやってもらう、京都で非常に、知的な活動、例えば研究開発拠点を置いてもらう、あるいは半導体で言えば、ファブもそうですけれど、ファブだけではなくてデザインセンターという回路設計というような方々に来ていただく、こういうところを京都らしい企業立地促進策というものを展開していきたいし、その時に従来型のインフラの例えば電力とか、水とかいろんな要素が事業立地については大事な要素がありますが、加えてソフトパワーとしての京都の文化力というのを高めていくということが極めて大切だと思っておりまして、これは私自身のいろんなこれまでのご縁も生かして、国や京都府、そして京都市職員のいろんなアイデア、それをちゃんと連携させて、なおかついろんな有識者の方々からもご意見を伺いながら京都の魅力を高めていく、それは観光のオーバーツーリズムではない健全な観光と、そして京都の立地点としての魅力をさらに高めていく、いろんな人材の集積点になっていかなければいけないと思っております。岩佐委員。はい、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。そんな中でですね、今市長がおっしゃった部分とは少し違うかもしれないんですが、今回観光地の混雑対策の一つとして、本年1月に文化庁共催のもと、実施をされた、シンポジウム、京都から日本の夜の価値創造を考えるを踏まえ、多様な文化が息づく京都の強みを生かしたナイトカルチャーを提唱し、京都ならではの新たな夜の魅力や価値を創出する取り組みに注力するというようなことがありました。この1月は私も市長もとてもシンポジウムに参加できるような余裕はなかったわけでありますが、この夜の文化ナイトカルチャーについてはですね、観光庁が平成31年にナイトタイムエコノミーとして、主に経済効果を狙って発信されたものだと認識をしております。この後、その後ナイトタイムは経済的効果だけでなく、
夜の持つ文化的社会的価値を多角的に捉え、まちづくりや観光の分野に積極的に活用することで都市を豊かにする力があるとされております。2023年にも京都から考える文化と経済の総合作用をもたらす夜の可能性をテーマに、文化芸術家の職員の方も参加してイベントも実施をされております。先日は市長も商工会議所の部会でこの分野での先駆的役割を果たしておられる梅沢孝明さんと懇談をされたということも SNS で発見させていただきました。また平成16年私が議員となって1年目でしたが、京都市市民参加推進フォーラムの都共同通信第5号というのがありまして、まちづくりプロデューサー小原啓人さんという方が三条明かり景色というのを提案されまして、京都を日本のブロードウェイにとの思いを語ってくださったこともございました。その当時私も1年生でございましたが、ワクワクする思いでこの三条界隈がどうなるのかなと期待をしておりまして、先日もギアを前だけ通らせていただきました。まあ、今京都市はですね、観光としてライトアップなど積極的に展開していただいているんですが、まあ、今日の七夕や花灯籠はですね、もう京都の事業というよりは民間の皆さんに今お願いしております。やはりこれからも京都市が直接行うのではなくですね、もっと民間の力をお借りして演劇、音楽、伝統芸能等と京都の持つ魅力をもっと夜にも堪能できる環境づくりが必要かなというふうに思っております。岡崎赤原町界隈などポテンシャルを発揮できる場所はあると思います。このナイトカルチャーについて市長の現在のご見解を伺っておければと思います。松井市長。はい、貴重なご指摘いただいてありがとうございました。まさしくですね、今梅沢さんの話が出ましたが、先日お話を伺って、今週この後半にちょっと私は東京に出張していろいろ官庁街にもお邪魔するときに、梅沢さんは CIC のジャパンの会長なんですね。ですからナイトカルチャーっていうのが実はいろんな投資環境を整えるということでも意味があるということで、ちょっとしばらく少しまとまった時間をくれと言われましたので、しっかりと今梅沢さんのご提案を、この前は日中の講演会で私は伺えなかったんで、お話も聞いて参考にしたいと思っております。でそれ以外も含めてですね、やはり例えば先日記者発表されました、この京都市役所で記者発表されました、例えば芸術花火、これなんかも夜の開催、なおかつ地域もですね、あれは淀の競馬場での開催ですから、そうやってオーバーツーリズム対策にもなる、時間的にも場所的にもなる、そして京都の魅力を高めていく、こういったもののアイデアをしっかり考えていく上で、先生ご指摘のナイトエコノミーとかナイトカルチャーというのはしっかり前向きに対応していかなければいけない課題だと思っております。岩佐委員。はい、ぜひとも新しい京都の一つの魅力として開発していくことは大事かなというふうに思っております。最後になります。上下水道局ですが、本当に3月15日時点でもですね、能登半島地震において、まあ、京都市全体で1531名の職員の方が派遣をしていただいております。上下水道局でも86名の方々がこの支援に行っていただいております。本当に心より感謝申し上げ敬意を表したいと、このように思っております。またこの災害につきまして、マンホールトイレの設置についても、まあ、着実に進めていただきましたし、私も自主防災会として、まあ、実際に訓練を行ってですね、学区の皆さんにもできるだけこのマンホールトイレにも触っていただこうというような活動も今会長さんともどもしております。人口減少社会ということで、なかなか節水意識の浸透によってですね、水の需要喚起といっても、まあ、なかなかしんどいなというふうに思っています。だからこそ今回上下水道局の大きな使命は、能登半島地震でも明確になりましたが、水は上水下水ともに命に関わるとても大切なインフラであるということであります。安心安全でかつ安価な水環境をしっかりと守っていかなくてはならないと、このように痛感をしたところです。局では今回の予算でも中期プランの目標もほぼ達成をされておられます。しっかりとこの取り組みを進めていただきたいというふうに思います。その中であえて、もう時間がありませんので申し上げますと、
少しだけ紹介したいのは、京都の水なんですけど、安価と申しましたが、本当に安くてですね、東京都および政令市20市中ですね、だから21自治体、安価な順で9番目、府内26市町村では2位なんですよ。頑張ってくれてるんです、非常に。まあ、そういった意味で、本当に大変な中でもインフラ整備を進めながら安価な水を、安心な水を提供していただいてます。ぜひとも疎水物語等々ですね、まだまだちょっと単価的には高いんですけど、そこを工夫もしていただきたい。また改めてこの災害ということで、この京都市が京都市民に対して災害が起こった時に、京都市は今ここまで頑張ってやってきてるんだというようなことを、やっぱり地下鉄とか上下水道局のポスター、僕大好きなんですけどね、いろんなポスター、あれをやっぱりね、もう気を逃さずに、やっぱりしっかりと市民の皆さんが安心、宣伝というよりは安心できる状況を作っていただいてますから、それを明確に戦略的に広報展開をしていただきたいし、また災害の時にはですね、上下水道局ならではの市民に対する啓発、これをやっぱり水回りです、トイレとか今回の能登でも大変だったということで伺ってますので、まあ、そういったことをしっかりと刷新をしていただきたいということを最後にお願いしたいんですが、時間がなくて申し訳ないんですが、どなたかお答えいただけたらと思います。吉田副市長。先生がおっしゃってます水の安心ということにつきましては、しっかりとその安価なもの、そして安定性のある環境に優れているものということについては、地下鉄 の柱の広告でもまた3月20日からさせていただきますし、そして災害面につきましてもですね、検診等でですね、そのパンフレットを配ってお配りをして、そしてその災害、もし断水になったときにどうするのかということもしっかりと対応してまいりたいというふうには思っております。今京都市の方でもいろんな災害対策等もしておりますので、そういった災害対策、それから老朽化対策の等につきましてもですね、今の状況をしっかりと市民の方に知っていただく、そしてその災害に応じた対応を我々も周知をしていく、しっかりと取り組んでまいりたいというふうには思っております。進行いたします。山田委員。山田委員、よろしくお願いします。私の方からは市バス運賃の値上げについてお伺いしたいというふうに思っています。先ほど来、物価高騰、燃油代が人件費上昇など厳しい経営環境、また受益者負担というような議論もありましたが、本来ね、公営企業法では、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならないと、こうあるわけ、あるわけですから、交通局管理者、市バス運賃改定回避に向けて全力で取り組むと、こうおっしゃったわけですから、市長の方からもね、今後も値上げはきっぱりとやめる、こう明言していただきたいと、市民生活を守るためにも値上げはやめる、市長の口からしっかりと明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。坂越副市長。先ほど来答弁申し上げておりますけれど、市バスの経営状況、人件費の高騰や、燃料費の高騰、運転手不足に対応するための対策など大変厳しい状況が継続しておりますけれど、市民生活も物価高の中大変厳しい状況でございますので、しっかり配慮する必要があるということで、交通局の方で市バスの経営改革、何振り構わない経営改革を進めるとともにですね、松井市長の国への強い太いパイプを生かしまして、地下鉄の時と同様にですね、国から財政支援を取り付けて、運賃値上げを回避することに全力を挙げてまいりたいと考えております。山田委員。国からの支援ね、しっかりと求めていただいて、市民の暮らしを守るという点でも運賃値上げ、経営ビジョンにね、市バスは 8% の程度の値上げを見込みだというようなことも表現されていますが、経営ビジョンからこの言葉も削除していただいて、値上げはきっぱりと回避していただきたいと、そのことを強く求めておきたいと思います。次に市バスの運転手の処遇改善についてお伺いします。7日の参議院予算委員会で我が党の伊藤岳参議院議員が、都市部も含めて
乗り合いバスの完全廃止、撤退が進行し、地域公共交通のが崩壊にの危機に直面していると、バス運転手の賃金、処遇改善やバス路線に対する予算の増額を求めました。国土交通省の第二次交通政策基本計画では、交通事業者が独立採算性を前提として存続することは、これまでにまして困難となっており、このままではあらゆる地域において路線の廃止、撤退が雪崩を打つ交通崩壊が起きかねないと指摘しています。斉藤国交省は、運転手の賃金は全産業の平均にまで至っていないと認め、予算増額も含め、今後議論するというふうに答弁されました。京都市の交通局の運転手さん、これ人口144万人の大都市の市民の日常生活、経済活動を支える大変重要な役割を果たしています。まあ、体の人の体に例えれば、血液、血流だと、これが途絶えれば、とんでもないことになると。さらに京都は、国内外から多数の観光客が入力し、安全運転や定時運行のみならず、お客さんとの接客、案内、外国人観光客の対応、市バス利用者さんには障害のお持ちの方などさまざまで、本当に多くの役割を担っておられます。こうした、ね、業務にふさわしい処遇、これがされているのかどうか、このことが、ね、大きな問題です。残念ながら、企業職給与法5票が導入されて、賃金が抑制されてきました。若年嘱託制度は廃止され、正社員になったけれども、過酷な仕事の割に、賃金が低すぎます。20代の単身で親と同居していて、手当が一切つかない運転手の給与は、一般的シフトで20時間残業がついて、手取り20万円、を切っているといいます。給与法第5票、これはね、1票の 84% にしかなりません。同じバスの運転という、本当にね、重要なお仕事を担っておられる、運転手さん、同一賃金、同一労働同一賃金では、同じ労働を行っているにもかかわらず、雇用形態が異なるという理由だけで、不合理な賃金格差が生じている場合、それを改善しなければならないと、こうあります。1票の運転手と5票の運転手、同じ仕事、同じ重要な仕事を担っておられる、過酷な仕事であります。処遇改善を図る上からでも、5票を廃止、1票に統一すべきだと思いますが、いかがでしょうか。北村管理者。はい、市バスの運転手、ご紹介いただきましたとおり、本当に過酷な仕事を、やってくれております。その上で、かつてはこのバスの運転手の給料が高いということで、バスの経営を圧迫しているというようなこともございまして、もう20年以上前になりますが、平成12年から給料を大きく改善をしたという、こういう経過がございます。その成果がありまして、交通局の経営を立て直したという、こういうこともございますが、今現在におきましては、この全国的な担い手不足というところで、この大変な業務に携わっている運転手の処遇を少しでも改善したいというふうに思っているところです。ただ、私ども市バスの運転手というのは、地方公務員という立場がありますので、人事会勧告という制度がございます。また、私ども市バスだけじゃなくて、民間バスと一緒にこう京都市内のバスのネットワークを支えているということもございますので、民間バスの運転手さんの職、こういったバランス感覚も非常に必要かというふうに思って、そういった点では苦慮しているところですが、しっかりと路線を守ると、そのためにも職改善が必要という、この点については認識をしているところでございます。山田委員、斉藤国土交通大臣もね、国として予算措置も含めて、職改善しなければいけないと、路線守る上でも必要だというふうにおっしゃってるわけですから。京都市、交通局自身がね、率先垂範して、処遇改善、これに取り組むべきだと、このことを強く求めておきたいと思います。さらにこの間、コロナ前にまでは戻っていないとはいえ、運賃収入も前向きの状況であります。さらに多くの方に利用していただくような運営もしていただいて、処遇改善、さらには安心して、どの地域に住んでいても移動の権利を保障すると、受益ではありません、
公営交通としての公共の福祉を増進する役割、これを果たしていく上でもその役割を担っている運転手さん、しっかりとね、適切な処遇で、職務に就いていただけるように、頑張っていただきたいというふうに思います。ライドシェアについて一言申し上げます。国において4月から本格導入となりますが、二種免許を持たない、自家用自動車が有料で顧客を運ぶことに危険性もあり、検証も不十分であります。実施している諸外国においても安全性など諸問題も発生しており、極めて問題が多いことを指摘しておきます。次に中小企業支援について伺います。インバウンドの本格的な回復をはじめ、社会活動の正常化が進み、全体として持ち直してしの傾向、こういうふうに産業観光局の予算概要ではそういう認識しますされていますが、ここがね、私は違うと思うんです。東京リサーチ、東京商工リサーチが8日発表した2月の企業倒産件数は712件となり、前年同期比 23.3% の増であります。2月に700件を超えるのは8年ぶり、23ヶ月連続前年同期比を上回る、こんな状況が続いています。日本銀行京都支店が3月13日に示した管内金融経済状況の総論では、景気は持ち直しの動きが鈍化しているとしています。また2月19日に発表の京都市中小企業経営動向調査での来期、令和6年1月から3月期の見通しでは、全産業企業 DI はマイナスであります。仕入れ高の継続や先行き不透明さを懸念する声が見られています。地域歩いていてもね、本当に深刻ですよ。飲食店、小売商店、確かにで、そう、コロナ後の客足が動いているという実感はないと。確かに多少は売上がプラスになっている面があるけれども、仕入れが大体1割から2割上がっていて、利益は逆にね、減少していると。見た目の売り上げが上がっても利益は出ないと、でも厳しい声が本当に渦巻いています。地域回ってもらったらよくお分かりになると思うんですけども、平井議員の代表質問の答弁で、副市長は、中小企業者の発展につながるもの、つながる成長戦略として企業立地も重要、こういうふうにおっしゃれて、呼び込み一辺倒で既存の事業者が置き去りだというふうに感じました。企業誘致による呼び込みで、海外企業やスタートアップ機の延長線上にあるユニコーン企業を生み出すことでは、地域企業とは言えません。投資のみで膨らむ企業の応援ではなく、地域に根を張っている既存の企業を支援する、このことが今求められていると思っています。たびたびね、大企業を支援したら、それに関連する中小企業も潤う などとおっしゃいますけどね、地域歩いてて、これ交流屋さんの話なんですけど、ホテルや飲食店、ホテルなんかが市外から大量に進出してきていると。そこの仕入れはね、京都の卸売市場からではなくて、大阪の卸売市場からほとんど仕入れていて、京都経済にはプラスになってないと、こういう状況がねあるんですよ。製造業でも同様にあります。なんか大企業を支援すれば下請けやそこで働く雇用が、など経済効果があるというふうにおっしゃいますが、実証的に示されているものはないのではないかと、実態しっかり調べる必要があると思います。そういうところにね、かなり、体力のある企業に、企業立地誘致促進なんかでは年間1億円、固定資産税、免除すると、これだけのお金があったらね、本当にね、昨年来やった5万10万、こういったことが十分ね、可能ではないのかなというふうに思います。事業者への支援についてはね、これについてもね、残念ながら否定的な答弁が繰り返されてます。直接給付や固定費の補助は巨額の財政支出を伴うため、引き続き国において措置されるものと、京都市としてやろうとしないと、国任せでこれでいいのかと、
伝統産業、地場産業、中小企業がね、根付く京都の伝統文化を育んでいたこの中小企業はね、残念ながらね、一貫してね、この間何度もやってきたとおっしゃいますが、残念ながら多くの大枠ではね、置き去りにされているというのは実態だというふうに思っています。まあ、市民生活を支えているのは地域の中小企業、呼び込みではなく既存の事業者支援こそ必要だというふうに思います。まあ、昨年減収要件なしの京都市中小企業物価高騰支援金が実施されました。昨年の本市での支援で何とか事業が継続できた事業者が今また異常な物価高騰で苦しんでいます。今こそね、こうした支援強く求める声を地域回ってても聞きます。去年はあったのに今年何にもないねやまな、こんなふうに言われるんですよ。他の自治体では、独自の支援を打ち出しています。今こそこうした支援が必要ではありませんか。岡田副市長。はい、まず京都市の地域企業中小企業支援についてでありますけれども、これはもうかねてから申し上げている通りですね、呼び込み一辺倒ではありません。常にまず中小企業小規模事業者の下支え、それと成長戦略という必ずセットで申し上げています。でその上で京都市内の中小企業もほとんど 99.7% 中小企業ということでありますから、私ども京都市の取っている産業観光局さまざまな経済政策も、まあ、ほとんどが中小企業支援対策だというふうに考えています。でこの間もですね、コロナ禍の時からさまざまな助成事業補助事業時には、今お話のありました支援金についても実施をしてまいりました。でその中の支援金につきましては、これは幅広い事業者を対象に、これは財源を見ながら実施せざるを得ないと。というのはこの間令和2年度以降ですね、5回実施をしてまして、延べの対象事業者が約18万であります。で経費としては105億円かかっております。で確かにこれが事業継続雇用維持の下支えということで、我々お支えはできたというふうに思ってますけれども、やはりこれを常日頃から継続的にっていうのは相当な財源がございますから、必要になりますから、これはやはり多額の直接給付については国において全国を見渡した上での実施が必要なのではないかなと。そういう意味で国の動向、物価高の高騰の状況を見て、国には引き続き支援を要請するということを申し上げてまいりました。それと下支えも大事なんですけども、呼び込みっていう表現私はあまり使わないんですけれども、企業立地含めて多くの方に京都に関心を持ってもらって、京都の中小企業小規模事業者の方も含めて、お仕事をしていただくと、取引先としてのパイを増やす、京都の経済を活性化させて経済活動のパイを増やすっていうことは、これは事業者の方、お商売されている方、これはほとんどの方が逆に望まれてるんだと思います。市外からのお客様でもお客様、そういった方と取引先が作れるんであれば取引をぜひとも広げたいというふうに皆さんおっしゃってますので、私どもはそういった意味で京都市の事業者の皆様のためになる呼び込みっていうんですか、他都市の方、場合によっては海外の方にも京都に進出をしていただきたいという、そういう思いで事業を展開をしております。山田委員。実態としてね、本当にそういった進出企業が地元の中小企業とどれだけ取引をしているのか、で何べんも申し上げてますけど、旅館ホテルなんかの、法人市民税調整額、極めて、小さいと、1兆円消費の時でも 3% 程度でありました。本当にはね、市外の本社機能のところに税金が実際には逃げ出していっているという実態があることを指摘しておきたいというふうに思います。それとね、切実な既存、事業者の支援に背を向ける一方でね、予算案事業概要には万博に向けた機運醸成誘客推進事業1630万円万博を契機とした海外ビジネス交流促進ネットワーク構築事業1170万円これが計上されています。工事費が膨張し、さらに資材高騰に加え
原材料高騰や人材不足が危惧されています。万博の開催よりも能登半島の復興との声も広がっています。大阪・関西万博に関連するプロジェクトが余計あって、どうしても人が取られる、これ関西を地域とする老舗ゼネコンの幹部がため息を漏らしています。改めて、大阪・関西万博の推進予算、これは計上するべきではない、このことについてのご見解を。岡田副市長。はい、大阪・関西万博、私どもは大阪・関西万博京都推進委員会、オール京都の一員としてさまざまな取り組みをしております。先ほど申し上げた考え方と通じることがあるんですけれども、私どもは大阪・関西万博で京都の魅力、またポテンシャルを多くの方に知っていただくと、そしてその開催期間中だけでなく、一過性ではなくって、そういった方とのご縁を作って、今後の京都とのご縁に結びつけたいという思いで事業を展開しております。進行いたします。山本修司。山本修司。はい、私は予算特別委員会第三分科会特別質疑において、質問した内容に基づいて改めてご見解をお伺いいたします。まずは伝統産業振興について質問をさせていただきます。今を生きるとりわけ京都に住まいする私たちは、日本の文化や歴史を支えてきた伝統産業を未来につなげ発展させていかなければならないと思っております。その一つとして、私はこれまでから伝統産業品を生産するための設備改修への支援が重要であることを申し上げてまいりました。本市の伝統産業設備改修補助制度は事業者の皆様から大変好評であると伺っております。そうしたニーズがある中で、今回令和6年度の予算を倍増して新規雇用や新商品開発等につながる生産設備の新設分を充実させるという提案が出されております。京都市が指定する伝統産業74品目に携わる事業者、また個人を守り、さらなる伝統産業振興を図るために担い手育成やさらなる魅力発信事業などさまざまな施策を講じていただくことがいただいておりますが、まだまだ厳しい状況にある方も多くおられます。より一層きめ細やかな事業者に寄り添った施策の充実を図っていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。岡田副市長。はい、京都の伝統産業に関する認識、問題意識、全く山本修司先生と私どもも同じであります。そうしたことで京都の伝統産業をしっかりと守っていく必要がある、また発展させていく必要があるという思いで今ご紹介いただきました。積極的に今ちょうど、海外からのお客様も含めて多くの方が京都にお越しいただいてますので、そういった方への、需要に対応するためにちょっとこういう設備ができたらもうちょっと製品できるんやというお声に応じるということを含めて5年度に実施をさせていただきまして、ご紹介いただいたように大変喜んでいただいております。それに気をよくしてではないんですが、6年度予算を倍増をさせていただいて、その上にですね、新規雇用とか新商品の開発につながるものについては補助率も従来の3分の1から2分の1にするということも対応させていただいてますが、確かにおっしゃるようにまだそれでももっとしんどいにゃと、もっと工夫してほしいにゃという声があるというのも私ども承知をしています。これ私どもの基本姿勢ですけれども、こういったさまざまな政策を考えるときに、やはりその市民の皆様、また業界の皆様、これしっかり耳を傾けさせていただいて、お聞きをした上で政策を立案するということが必ず必要になってまいりますので、私どもも伝統産業事業者の方が取り組む販路拡大とか海外展開とか、こういったことにもご支援できるような政策を考えていきたいと思いますし、職員が現場に足を運んで、また私どもも直接ご意見をお耳にして、政策これからもしっかり考えていきたいと思います。山本修司。はい、心強いご答弁ありがとうございます。
次に、観光の分散化についてお伺いいたします。局別では、田中昭秀委員が、質問をしておられたんですけれども、まあ、本市では観光課題対策の一つとして、時期の分散化、時間の分散化、また場所の分散化に取り組んでいただいておりますが、まあ、なかなか効果が上がっていないというのが現状であると思っております。とっておきの京都プロジェクトのウェブページを拝見させていただきました。定番のその先へということで、伏見、大原、高尾、山科、西京、京北の6つのエリアの素晴らしさが伝わる本当によくできた美しい仕上がりであると思っております。洛中のみならず京都市北部、西部、南部、東部地域にはまだまだ魅力ある観光資源、文化施設、伝統芸能などが脈々と息づいております。松井市長は芸術、文化、伝統芸能など幅広い分野に精通しておられます。市民生活と観光の調和に最も効果的だと思える観光の分散化に向けて、それぞれのエリアの新たな見どころの発掘と PR をさらに加速させるべく、産業観光局、京都市観光協会のみならず交通局、文化市民局など全庁横断的に取り組んでいただきたいと思っておりますが、お考えをお聞かせください。松井市長。はい、おっしゃる通りで、ある程度インバウンドのお客様は、時間的、季節的な集中というのは少しずつ緩和されてきているんですが、先ほどナイトタイムエコノミーの話がありましたけれど、やはりこう、中間に偏っている、そういう時間帯の分散、そしてやっぱり京都の中でいうと、おっしゃるようにもう少し地理的にこれだけの観光資源が実はあるので、そこに分散していただけないかな。先ほど淀で芸術花火を開催していただくという話をいたしましたけど、もっともっと工夫の余地があるんじゃないかと思っております。ご指摘の通り、全庁的に横断的にこの問題に対して取り組まなければいけないということで、プロジェクトチームを強化をしてまいりますけれど、その形を作ったからいいということではなくて、やり方の工夫、特に若手の職員も含めて、いろんな民間の発想とか知恵もいただきながら前に進めていきたいと思っております。それからやはりインバウンドのお客様が結局こういくつかの主要な観光スポットに集中するんですね。でこれは我々も広報を努力してるんですが、これは向こう、その各地、世界の各地でですね、インフルエンサーみたいな方が発信されると、急に流れが変わったりすることもあるんで、ちょっとどこのボタンを押してるのかということも私もう一回チェックをしてですね、そこはより効果的に、インフルエンサーにしっかり訴求するようなですね、そういう広報にも努めていかなければいけないと思います。京都市政の広報体制について言うと、やはりちょっと工夫の余地があるんじゃないかなと私全体について思っております。八尾俊夫人。はい、そうですね、本当に工夫のしどころだと思っております。先日の局別の中でも、海外拠点が京都たくさんあるということで、主要都市にある中でもそこでのその発信をうまくこう京都の楽会につなげていただけたらありがたいと思っております。続いて、上下水道局の戦略的な広報活動について質問いたします。4月下旬頃になりますと、蹴上の浄水場の見事なツツジの姿を見ることができますし、また鳥羽の藤の花も本当に素晴らしいと思っております。ここ最近はコロナ禍や行財政改革の影響で一般公開を休止してきたことを承知しておりますけれども、市民の皆様からも一般公開再開を望む声を聞いておりました。私としても昨年の決算特別委員会の局別質疑でぜひ再開してほしいということを要望しておりましたが、実施する場合には経費削減の取り組みや民間事業者との連携なども含めてさまざまな工夫を凝らして取り組むということでありました。せっかくの一般公開事業再開ですので、今後も持続可能な形で継続していただきたいと思っております。今般5年ぶりに一般公開事業を再開されるにあたり、大変私は嬉しく思っておりますけれども、今後の継続性を含めて現時点での考え方、また方向性についてお聞かせください。吉田副市長。
上げのつづじ、それから鳥羽の淵ということで、市民の方からもこの休止中に非常に多くの声を聞いております。非常に定着をしているというふうに思っております。令和6年度につきましては、鳥羽については4月の19日から21日、蹴上げにつきましては4月の27日から29日開催ということで、今調整をしているというところでございます。で、この場面につきましては、非常に大きな我々も PR の場だというふうに思っております。先ほど岩佐委員の方からもございましたけども、能登半島を踏まえた防災の PR ですとか、疎水物語の PR、また、災害用マンホールトイレの実物も活用するということで、訪れた方に広くその部分を知っていただきたいというふうには思っております。で、当然経費の削減については、いろんな工夫もしていきたいと思いますし、それから共済金、それからふるさと納税とか使いましてですね、しっかりとそういった財源も確保していく、そういう工夫をしながら、しっかりとこの継続できるように我々も取り組んでまいりたいというふうに思っております。山本修司。はい、本当に上下水道局ってなかなか施設に、ね、一般の方行っていただく機会がないと思いますので、もうこの機会をしっかりとチャンスに捉えていただいて、前向きな取り組みを進めていっていただきたいと思っております。最後になりますけれども、松井市長が選挙前から、突き抜ける魅力ある文化首都京都を作るとおっしゃっておられました。私も共感しております。その文化首都京都の発信地として中心的な役割を果たす地域は、私は左京区の岡崎エリアであると思っております。局別質疑では岡崎エリアに位置する琵琶湖疎水記念館の今後の展望についてお伺いをしたところです。琵琶湖疎水記念館は国の文化観光推進法の認定を受け、今年度から来年度にかけてデッキテラス化やエントランスの改修に取り組まれており、まさにフィールドミュージアムの拠点としてさらなる魅力向上が期待できるところであります。例えば地下鉄東西線の蹴上駅からスタートして、インクライン、疎水ベリーを進んでムリーン庵、また琵琶湖疎水記念館へと、さらには京都市動物園、京都市京セラ美術館、都メッセ、伝統産業ミュージアムへと歩いて回れます。周辺には平安神宮、岡崎公園、ロームシアター京都、国立近代美術館などもあり、本当に回遊性が高く魅力あふれる文化施設が揃っており、エリア全体で一つの文化芸術のテーマパークのように私は捉えております。突き抜ける世界都市京都における岡崎エリアの果たす役割、一体となったイベントの開催、将来的なビジョンなどについてのお考えをお聞かせください。吉田副市長。岡崎地域にのエリアにつきましては、昨今ですね、京都市京セラ美術館、それからロームシアターの整備を含めまして、今委員おっしゃってましたように回遊性が非常に高まってきている。それからその美術館におきましても、今村上探し店で非常に賑わっておりますけども、現代アートを含めた多彩な展覧会の開催もしておりますし、またご紹介いただきましたように琵琶湖疎水館におきましても、さまざまな魅力の向上に今取り組んでいるというところでございます。岡崎桜回廊の十石船巡りというのも3月の20日から4月の14日にも開催されますし、また今もうすでに行っておりますけれども、京都の岡崎コンシェルジュの運用、これは情報サイトですねの運用、それから岡崎手帳の発行、そういうのを通じましてですね、このコロナの関係で非常に来客数少なくなりましたけども、例えば、平成28年で言いますと、695万人があそこを訪れているというような状況もございますし、コロナ前でも600万人は訪れておりますので、そういったことをしっかりと行っていきたい。で、行うに対しては行政だけではなくって、今35の会員で構成をしております、京都岡崎魅力づくり推進協議会、そこでしっかりと協議をいたしまして、その魅力の発信、さらに向上を高めていきたいというふうに思っております。松井市長。今吉田副市長から答弁した通りなんですけれど、委員がですね、ご地元のこと以外も含めて京都全域のことを視野に入れながら、京都という町の魅力を高めていただくかということについてご質疑いただいていることに敬意を表したいと思います。私も東京で半分ぐらい自分の人生過ごしてきてるんですけど、東京の東半分というのがですね、上野というのが
やっぱり岡崎ちょっと近いんですけど、いろんな美術館があったりホールがあったり素晴らしい町なんですけれど、どうしてもこう東京の東部と西部というものの発展をどうバランス取るかっていうのは東京の町にとって非常に大事なことなんですね。ですから私京都駅周辺も非常にポテンシャルがあると思ってるんですが、岡崎があって、岡崎を軸にしてこれは東京と東山とそして山科にこうつながっていくと、そこをさらに均衡ある発展をどう知恵を集めて遂げていくか、それがとても大切なことだと思って貴重なご提案をいただきました。ありがとうございました。山本修司。はい、本当に今松井首相から過分なまたお言葉いただいて、私も大変嬉しく思っておりますし、やっぱり京都全体をやっぱりこう底上げしていかなければならないと思っておりますし、本当に魅力がもうありすぎてもう溢れている京都ですし、さらなる向上、また京都全体の底上げに私も期待を申し上げ、質問を終わらせていただきたいと思います。進行いたします。大津委員。私からは松井市長が市長選挙でも前面に出しておられました府市協調についての質疑をさせていただきたいと思います。局別ではですね、どういう会議体があってとかですね、あとどうやって現場からそう議題を項目を吸い上げるかと、こういう質疑をさせていただきまして、ここでは本当は最初は角川市政における府市協調についての課題であったり改善点についての質疑をしようと思ってました。これは午前中別の委員とのやり取りでありました。一つは利害対立しているようなところはやっぱりちょっとなかなか進んでない課題がいくつか残ってますよという話と、年に1回トップ会談ではなくてもう少し柔軟にリアルタイムに課題ができたらやり取りできたらいいんじゃないかな、こういう課題認識でおられるということが理解できました。でその上ですね、私が直近、議員やっててですね、この府市協調の議論の中で、具体例を挙げてですね、少し課題に感じていることをいくつかお伝えさせていただきたいと思ってまして、それの改善を求める質疑としていただきたいなと思ってます。で一つはこれ今回の補正予算ですね、先ほど今日も議論いくつか上がってましたが、国民健康保険の納付金が上がりましたと、しかも連絡をいただいたのが直前でしたということで、大慌てで対応を考えたということがありました。でこれ今回私補正予算の質疑でも局別でやり取りしましたが、結局いろいろ質疑すると、普段ほとんどコミュニケーションが取れてないなというようなことを感じました。で今後は当然他の市町村を含めて会議をしてという対策は練られてますので、この国民健康保険の分野ではおそらく今回のことを契機にですね改善すると思うんですが、おそらく多くの現場でですね同じようなことが起きているのではないかなと、表面化はしてないですけど実は重大なコミュニケーションが取れてなくて、ある時に急にポッとそれが顕在化する、こういう課題が出てくる恐れがあるのではないかなというのがこれが一つ目です。でもう一つはですね、これは私ではなくてうちの上谷議員が局別で質疑をしたんですが、 e スポーツの分野の話をした時にですね、京都市は産業観光局がやってますと、で一方で京都府は文化生活部がやってますということで、いわゆる産業のカウンターパートナーではないので、ここのコミュニケーションは全く取れてませんと、こういうことがありまして、これは e スポーツというのはいろんな側面がありますので、これ保健福祉局に入っててもおかしくないようなところです。産官でも文化市民局でもいい、これはどこに入るかというのはその時々の自治体の要素になりますが、これカウンターパートナーでないとこれコミュニケーションが取れてませんと、一緒に共同することが議論できてます、こういう課題があると思ってます。でもう一つはこれ少し前になりますが、コロナ禍の時にですね、感染者数を発表する時に、これ新聞記事もなってました、有名な話ですが、京都市は京都市の数を発表します、京都府は京都市以外の数を発表します、あとはメディアで足してください、こういう発表の仕方をしていて、これもやっぱり現場の中でもう少しコミュニケーションを取るべきだったのではないかなというふうに思っております。これ今の3つを総合して言うとですね、トップ会談で目玉事業もやるのもいいんですが、やっぱり現場でしっかり日常的にコミュニケーションを取れる仕組み体制、これを作っていくことが府市協調としては私重要な点で改善していくべき点ではないかなと思ってますが、いかがでしょうか。岡田副市長。はい、府市協調です。確かに器の問題、仕組みの問題だけではない、私は意識も変えていく必要があるのかなと思います。
もちろん京都府は京都府、京都市は京都市、独立した地方自治体ですから、その中で情報共有を図り、意思決定を図って政策を推進するんですが、やはり京都府内の中で京都市一番大きい、人口でも半数以上が京都市内にお住みですので、そこの政策の融合は企画立案の段階からというのが必要であります。ですから今回松井市長と西脇知事に今回トップがなりましたので、そのお二人ならではの府市協調を構築していくべきだと思っています。でその中でこれトップだけが、意識変えられても、私どもの意識が変わらなければ同じことを繰り返しますので、これはご指摘を踏まえて、私どもも職員それぞれが、府とはしっかり連携をして日頃からコミュニケーションを取るという意識を持つという、そういう方向に持っていきたいというふうに考えています。大津委員、ぜひそこの点は改善をしていただけたらと思います。で少し、話が違う視点になりますが、まあ、これはもしかしたら松井市長の言ってた利害が対立するのでいくつか残っている課題という点かもしれませんが、まあ、これ京都市会ではたびたび議論になりますが、府の政策でなぜか理不尽に京都市民だけが対象外になるというようなことがたびたび起こります。で、我々京都市民も当然府民税も払っている中で、なぜか京都市民、京都市在住の方は対象外ですよ、まあ、こういうことが未だに起こっているということ、まあ、これはぜひともですね、強く京都市としては主張していただきたい部分です。で、まあ、ちょっと近いようで少し違うかもしれませんが、もう一個、北陸新幹線の財政負担の件、これ今回私総合企画局で質疑しましたが、まあ、結局全体の金額が決まってないので何も話し合えてませんの、まあ、それしか答弁なかったんですが、例えば財政負担がこうなった時に、じゃあ京都市と京都府、まあ、周辺市町村の負担の割合をどうするんですかとかっていうことって、やっぱり京都市これから財政負担をしなければいけない中で、まあ、事前にですね、家庭の話でもある程度話していかないといけないし、京都市としては京都府にできるだけ負担を減らしていくことをお願いしていかなければいけないけども、これも家庭の話だからというので、まあ、利害も対立しますし、ずっと後倒しにして一切議論がされていないと、まあ、こういうやっぱりですね、京都市と京都府の利害が一定対立しながらも、やっぱり京都市の権利を主張していかないといけないところ、まあ、これは話し合ってなかなか進んでない可能性もありますが、まあ、ここはぜひですね、松井市長の手腕に期待したいところですし、ぜひ改善を求めたいんですが、いかがでしょうか。岡田副市長。京都府のさまざまな施策の中で、京都市と京都市以外で格差があったというのは、かつてはたくさんありました。でそれはこの間の長年の協議取り組みの成果もあって、かなり解消をしてまいりました。もう今は数えるほどだと思ってます。次に大事なのは新たにそれを生み出さないということが大事なんですが、残る課題につきましてもそれは、共に誠実に協議をして解決を見出したいと思いますし、こういった格差の問題、それから利害の 対立がある問題、これは正直時間がかかるやつもありますし、なかなかどちらも譲らないということが、これはあろうかと思います。ただ一つは、それがあることによって他の政策まで協調ができない、他の政策にも影響が及ばす、これは絶対避けなければならない。課題は課題として協調できるとかしていくということと、最後は京都市民、京都府民にとって何がいいのかということが最後の基準になるのではないかというふうに思っております。大津委員。分かりました。まあ、数も減ってきてるし、まあ、これから生み出さないという言葉もいただきましたので、まあ、ぜひ利害が対立するものは難しいですので、そこは引き続き頑張っていただきたいなと思います。そして最後にですね、これ府市協調はかえって、私市民にとって不幸になっていることがあるんじゃないかなと思ってます。一つは、まあ、これ一つだけ事例言いますが、子ども医療費の無償化の件です。でこれ京都市と京都府は、まあ、半々でやりましょうというのがあるんで、府が合意しないと前に進まないという今状況になってしまってます。ただ京都府下の他の町はどうしてるかっていうと、まあ、府が進まないんやったら独自に予算をつけて無償化進めましょうと。で他都市やったらもう今や高校無償化をどうするかっていう議論になってるのに、もう京都市はもう周回遅れもいいところで止まってしまっていると。これは京都府を説得できないと前に進まないんですと、まあ、こういうことになっておりまして、これはある種私は府市協調のマイナスの面が出てしまっていると思ってまして、やっぱり府市協調は当然進めていくんですけども、独自でやるものは独自でやると、まあ、覚悟を決める必要があると思います。私持ち時間少ないですので簡単に答弁いただいて終わりたいと思います。吉田副市長。
子ども医療費につきましては、一定拡大をしたところでございますけれども、しっかりと京都府の方にも、そこの我々の思い、そういうものについてはしっかりと伝えて、拡大についてはしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。進行いたします。津田委員。津田委員。それでは私からも何点かご質問させていただきたいというふうに思いますけれども、まずは本当にもうだいぶ長い時間が経っておりますので、お疲れかもしれませんが、ご苦労様でございます。本当にですね、さまざまな課題が、今京都市にもまだまだあるということが、一つ分かる場ではあるかなというふうに私自身は思っておるんですけれども、それすべてですね、まだ市長になられて、約3週間ですかね、そして、当選されてからでも1ヶ月半ということでございますので、全てを理解し答えるということは、なかなか難しいというふうには思いますけれども、一方でですね、やはり新たな市長として、先頭を振って、旗を振っていただく、そして、方向を目指していく、そういう、道筋を見せていただくということは非常に私は大事なことであろうかというふうに、思っております。松井市長も行政の経験は終わりになって、国では大きな仕事もされてきたというふうに思います。で、それから比べればですね、もしかしたらこの京都市の財政、小さいものかもしれません。ただ、全体でも1兆8000億ほどですかね、一般会計でも1兆近いお金を動かしている。そして、国と一番違うのはやはり直接行政であるということだというふうに私は思ってまして、この直接行政、まさに目の見えるところに、その市民なりがいて、そしていろんな形でいろんなお話をいただく、いいことも言っていただけますし、嫌なことも言われる。ここにいる議員は皆同じ気持ちで、仕事はしているというふうに思っていますし、そして、それぞれを代表して、しっかりと姿勢に反映していきたいと、そういう思いで話をしているというふうに思っています。私自身もそうでありますし、ただそのやり方についてはさまざまな考え方、角度がありますし、話によってはできることできないことがあるというふうに私は思っております。で、そういった意味でもですね、本当にこの予算、非常に大事な議論であるというふうに思っております。で、この、令和6年度のこの予算というのは、局別でも言いましたが、私は極めて、京都市にとって重要な予算であるというふうに考えております。これ収支均衡しました、令和4年度の決算からですね、ですけども、収支を均衡しています。そして5年度予算、順番で言うと5年度差が先ですけども、で6年度のこの予算も収支均衡が図られているということで、ございます。私が議員になって収支均衡したのがここが初めてですので、私21年目の議員ですけれども、平成13年に、なって以降ですね、ずっと収支は均衡していなかった、それが、均衡して、そしてそれが2年たち3年目を迎えようとしているこの時ということで、私は本当にですね、この京都市がこの軌道をしっかりとまっすぐ行けるのかどうかを決める重要な予算だというふうに考えています。で、一方でですね、この過去のこの継続をしていくということが大事である一方で、やはりこの選挙でですね、新たな市長となられた松井市長が、カラーを出していく、これからの姿勢をどういうふうにしていくかというのを見せていくという意味でも、大変大事な、予算であろうというふうに思っていまして、このことも私は非常に大事なもう一方の一面であるというふうに思っております。で、両面を、ね、やっていく、なかなか本当に言っときながら大変難しいことを言ってるなというのは大変感じてはおるんですけれども、ただ、ここをどうしていくのか、本当に力量がすごく問われるものかなというふうに思っています。で、先ほどから今いろいろとこの行財政については議論がありました。で、私はね、一番考え方の中で気になっているのが、いわゆる、コストカットの考え方を今後どうしていくのかというのが、私はこれ、京都市のみにならずかもしれません。しかし、非常に大事な視点で、これからの行政が
どう変わるかというのを、がかかってくるというふうに思っております。で先ほどの、LINE の話では、フェーズが変わった中でね、今までのコストカットではないんだと、そういうお話もあったと思いますけれども、一方で、行財政局の、予算書の中にはね、徹底したコスト削減を図ってまいりますと、こういうふうに書いてあるわけです。ここのやはりここが、私はこの6年度の大事なところと松井カラーの大事なところの見せ所なのかなというふうに思っておるんですが、いかがお考えかお聞かせいただけますか。松井市長。はい、とても大切なご指摘をいただきました。私はですね、やっぱり大学の教員を文字期待にするんですが、今週最終講義も市長の機会に、させていただくんですけれど、大学の教員をしておりまして、私は今もうじき来月64歳になります、もうあと1年経ったら高齢者という範疇に入ります。私自身が例えばこういう行政サービスがあったらいいな、ああいう行政サービスがあったらいいな、これがうと豊かな生活を送れるなと思うことはいろんなメニューがあります。だけれど常に考えるのはそのことを我々の世代が受益をして豊かな暮らしを得て、でもそれは将来世代の先食いで豊かな暮らしをしているというような状況はやっぱり作ってはいけないというふうに思ってるんです。でそういう意味でやっぱり行政は絶えずですね、見直してこれが本当に必要なのか。先ほど今日の一番の議論で、寺田議員がですね、町の匠の事業についてご質疑がありましたが、これやはり2年間集中してやって、でそこで一旦見直そう、検証しよう。私はやっぱり行政というのはもうよく言えばいろんな行政サービスがこういうものが無償であったらいい、これがあった方がいい、他の町はこれやってるからこれがあった方がいい、言えばいろんなものがありますが、自分たちがどれだけの税収があって、どれからどれだけ国から助成金を引っ張り出して府とどう連携できるかという中で、本当に将来世代に負担を押し付けるようなことを無責任にやってはいけない。皆さんは今まで無責任はやっておられないと思いますよ。いろいろ熟慮した上でやっておられると思いますけど、ただ私自身が若い学生と接してきて、やっぱり彼らの目は厳しいですよ。彼女らの目は、それはやっぱり今の例えば投票に行ってる方々の年代別の比率でいうと、どうしても年代の上の方の人たちが投票に行っている。したがって政治家というのはどうしてもそこに引きずられがちである。だけどそこはちょっと踏ん張って、この制度が持続可能かどうかということを考えなければいけない。これは私が自分のキャリアの中で大学の教員を10年やって若い人たちずっと付き合ってきた人間として、ここは踏ん張らなければいけないと思っています。で私のカラーという意味においては、そういう意味では大盤振る舞いはできないかもしれないけど、できるだけその最低不可欠なものは維持しよう。そして30年も続いたデフレ経済の中で、ある種のルサンチマンってちょっと言葉難しいかもしれませんけど、ある種例えば公務員のような、これは政治家もそうですよ、対象としてはルサンチマンの対象ですよ、一般の方々が。だから政治家は報酬を得てはいけない、公務員の給料は高すぎる、こういう議論がずっと積み重なってきて、時には政治家はそういう雰囲気をですね、やや自分が選ばれるために援用してきた、そういう議論をですね、そういう傾向も ないわけではなかったと思います。私自身の政治キャリアも含めて。だからそこはしっかり見直してですね、やっぱり次の世代のことを考えなければいけないけど、やっぱりフェーズが変わっている中で、コストカットばかりではなくて、京都という町の魅力を高めて、そして経済力をつけて、単税力をつけて、でそれでちゃんと町づくりや、あるいは住民の福祉や教育にお金を回していく、この好循環にどうつなげるか、その好循環につなげる目をまく、ひょっとしたら私が今与えられた4年の中でどこまでそれが芽が出るかわからないけれど、そこはやっぱりフェーズを変えて好循環に向けての一歩二歩を踏み出したい、そういう思いでおります。津田委員。ありがとうございます。本当にね、いわゆるデフレスパイラルだったというふうに私はずっと思っています。それが、止まったんだというふうに私は今思っていまして、これを逆向きに回すのか元向きに戻すのかが今問われていることなのかなというふうに私自身は感じております。で私今、54歳であります。で今のその企業の中でもし、僕の友人でも、一部上場で社長しているのもいますけれども、中核で仕事をしているというふうに思いますが、私が就職した頃
すでにバブルが崩壊をしておりまして、そしてその中で偉くなるためにコストカットをしてきたと思います。ずっとそういうことをやってきて、おそらく偉くなっていたんだというふうに思います。でもこれがやはり今限界に来ています。でもこの限界をなかなか認めない、これをどうしていくかということが今私は問われていることだというふうに思っていまして、この逆向けに回すのは本当に大変なんですけれども、それをぜひ松井カラーで見せていただき、前に進めていただきたいというふうに思っております。私ね、この、止まったのはなんでかなといろいろ考えるんですけど、いろんな考え方あると思うんですけども、私はあの新型コロナ感染症によって、本当に世界が いわゆるこういろんな意味で大きな衝撃を受けたということがあったと思います。そしてそれに対してどういうふうに対応していくかということは、今まで考えたことないようなことをやりだした、初めてずっと動いたものが止まるだけの大きなことがあったんだろうというふうに思って、本当に困られた方、ご苦労された方がたくさんいらっしゃるのでね、よかったなということは言えないと思います。しかし副眼的に見てそういうことがあったのかなというふうに思っていまして、同じように行政も、変わった部分があるのではないかなというふうに思っています。で、何が変わったか、私はそのコロナの間においてはまさに迅速にしなければならないということに対しての貪欲さがあったと思いますし、そしてその短い時間に どれだけ的確にやるかということを非常にご努力いただいたというふうに思っています。そしてもう一つね、あかんかったら撤退するということも含めて行政が動いたというのは私は今までなかったことであったというふうに思っていまして、私これは非常に大事なことだというふうに思っています。ただやはりこれが少し時間が経ってきますと、その反省の上でですね、それが悪いとは言いませんけど、これは無駄であったんではないかというような、どうしても議論があってですね、そのことによっていろんなことがまた元々に戻ってしまうことがあることは私はあんまり良くないことだと思っていまして、こういった今までない経験をいかに生かして、そして次の時代を作っていくかということが今こう大変求められているというふうに思っています。そういう意味ではですね、今本当にご苦労された D 社の皆さんがですね、これからの未来をどう作っていくか、そして松井市長としてどういう形を作っていかれるのかというのは、ある種緊張しながら、もしかしたら大変ワクワクしながら待っておられるのではないかなというふうに思っています。この体制をね、いかに作るかによって本当にこのこれからの京都市をどう動かすかが私は決まってくる根幹だと思っていまして、この重要な体制作りについて細かなことは言えないかもしれませんけど、大きな思いとしてのお考えをお聞かせいただけたらと思います。松井市長。すみません、ちょっと質問のご趣旨を確認したい。体制とおっしゃるのは、この失政体制ということですか。はい、これは今まだ私はおっしゃっていただいたように3週間ですので、いろんなことを考えながら、まずはその市長総括にどう臨むかというのは、私にとってはこう見えて意外と緊張しておりまして、なかなかそんなに先のことをですね、まだちょっと考えられないという状況で、ちょっと今日一日市長質疑終わってからこの体制についてはよく熟慮をしていきたいと思っております。思っておりますが、もうちょっと広い意味でのご質問というふうに捉えていくんであれば、この間ですね、私、新しい公共という言葉が随分先生方にも誤解があるし、私も説明不足だったかもしれないと思ってるんですが、コロナ禍を我々は乗り切ったのか、まだ乗り切れてないのか分かりませんが、まだ渦中にいるのかもしれませんが、いろんなその後遺症といいましょうか、も含めて甚大だと思いますが、やはり社会で助け合わなければいけないと。で、それは政策形成もそうだと思うんです。私は決して、民間の方を行政の下請けに使うという意味で新しい公共と言ってるんではなくて、いかに民間の方々にも社会を支える一員としての役割と意識を我々が共有していただけるような、そういう行政運営を行えるかどうかということが非常に大切なことだと思います。したがって私は奇をてらったことをしようと思っているわけではありません。しかししっかりとですね、我々にとっては
非常に大切な市役所の職員、この職員一人一人の意識を高めて、そしてその職員が京都という町を大好きになってくれなければ京都の町は発展しないですよ。でその職員がですね、やっぱり市民の方々といろんな意見交換をして、市民の方々がやっぱり京都の町に何ができるかということを考えていただける、もちろん考える余裕がなかなかないんだという方もいらっしゃると思います。だけど一般的には考える余裕がなかなかないと思われる方々であっても、ちょっと考えてご提案いただく、あるいはお互いの立場をちょっと入れ替えてみたときにどうなるだろうか、そういう行政運営ができるような形に一歩でも二歩でも近づけていきたいと思っております。私の思う新しい公共というのは、市民の皆さんがこの町のことを自分たちが市役所にいて行政マンであれば行政運マンであればどのように工夫するかということをちょっと気を巡らせていただく、逆に我々はどうしても市役所の行政サイドの立場に立って物事を考えがちですが、じゃあ市民の実際の納税者のそして生活者の立場になってみたときに、この行政とかこの制度がどう見えているのかということをお互い立場をぐるっと回してみるというような形で新しい行政を作っていきたいと思っております。ただいぜひお願いをしたいと思いますし、まあ、先ほどの、ね、議論にもありましたけれども、そのためにやっぱり疲弊をしていればそういうことはなかなかできないというふうに思います。これ逆に市民も一緒だと思ってまして、市民もやはり疲弊をしていればですね、なかなか自分のことで精一杯になりまして、行政についてどうだとか京都がどうだとか、なかなかそういう思いに至らないというふうに思います。で、私は最初に申し上げたように、このコストカットの意識を直さない限りはみんなの疲弊がなくならないと私はずっと思っていますし、この方向性をぜひ作っていただいて、そして私も大好きで本当にこれからも住み続け、そしてみんなが愛してくれるようなこの京都であり続けられるように自分自身もしっかりと役回りを果たしていきたいと思います。今後期待して質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。進行いたします。久保田委員。久保田委員、はい、それではよろしくお願いをいたします。ここまでですね、多くの、委員の方々がさまざまな観点で、質疑を進めてこられましたが、残り時間ラスト、私のもう会派としての最終バッターとしてですね、質問をさせていただくところであります。私からは時間の限りの中で3点か4点ほど質問をさせていただきたいなというふうに思いますが、まさに今少し市長の方からも答弁などもありました、新しい公共についてまず触れさせていただきたいなというふうに思っています。松井市長がですね、掲げるこの突き抜ける世界都市京都を実現するための6つの基本政策の中で、すべての人に居場所と出番のある京都、市民が共に支える新しい公共を政策の柱の一つに掲げてこられておりました。カリスの代表質疑においては、新しい公共については全国初の番組小学校、学校運営協議会をはじめ市民の皆様と支え合ってきた誇るべき住民自治の伝統と歴史があり、新しい公共とはこれを引き継ごうとするものであるという答弁もあったところであります。また私も第二分科会の中でも少し新しい公共について質問をさせていただいたときに、政策を進めていく上での基本的な考え方であり、行政も含めた全ての世代の人たちが支え合いながら社会のさまざまな課題の解決やまちづくりに関わり、対話を重ねる市民参加型の姿勢をあらゆる分野において進めていこうとするもの、そういう説明もいただいたところであります。またですね、今市長の方からご答弁いただいたところ、少し私なりに要約するとですね、それぞれの立場がやはり当事者意識を持ちながら、その相手の思いにしっかりとおもんぱかって寄り添って互いに思い合いながら取り組みを進めていくものであるというふうなことを少し私の中では感じたところであります。この新しい公共理念ですね、この本市の施策全般に共通する理念であるというふうにも思いますし、市民事業者などあらゆる主体と本市が連携共同を図っていく、そういうことと理解をしているところであります。しかしながらですね、市長も認識されているかと思いますが、やはり本市、
就職世代であったりとか子育て世代の他都市への人口流出、また少子高齢化の進展などですねによって地域コミュニティをはじめとして担い手不足がやはり喫緊の課題であるのではないかというふうに私は思うところであります。コロナ禍などを契機にですね地域コミュニティの維持は一層困難を極めている状況ではないかというふうに思っているところであります。そういった中ですねこの新しい公共を担っていただこうとするこの主体にその余力っていうものがあるのか私は課題があるというふうに考えているところであります。新しい公共を進めていくにあたっての課題認識それを持たれているか改めて確認するとともにですねまた課題である課題があるのであればどのようにそれを取り組みを進めていき新しい公共を実現するのか私としてはですねこのまず担い手の負担軽減これは負担軽減というのは不可欠であるというふうに考えているところであります。例えば、市民新聞の配布など、市政協力員に委託している業務などについては民間に委託できるものは民間に委託するなど、柔軟な対応が必要であったりとかまた、既存の団体などあり方、そういう部分を含めてですね、従来の形にこだわらないそういうコミュニティ維持に、注力をしていくことを求めて、いくところでありますが、それについてのご見解をお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。松井市長。私がちょっと総括的に申し上げて副市長から補足答弁をお許しいただきたいと思うんですが今ほど津田先生からご質問があって最後津田先生のコメントがあったところとつながるものですから私がまずお答えしたいと思うんですがご指摘のようにですね、京都の町衆、伝統的な組織でいうと、自治会のような、チェーン組織ですねここが高齢化してそして若干疲弊色がある今津田先生がおっしゃったことまさにそうだったと思うんですがそれは私も感じました。久しぶりに帰ってきてやっぱり15年ぐらい前の私の知識とはちょっと地域の実情は違うなと思いました。で同時に私が思ったのはですねその支援組織自治会に代表されるような支援組織に加えてですねそこにいきなり若い人がなかなか入っていきにくい雰囲気を感じました。私自身もいろんな方と話をしていてでそこが私は学生の町京都人口の 10.数%の 人口が大学生がいるっていうここがですね私自身がキャンパスで教えていてですね大学生の皆さんに僕が言ってるのはもっと地域に入って、私こう見えてセツルメント活動って昔やってたんですよ。それは学生が地域に入って社会問題の解決に汗をかくということなんですが今ちょっとそういうものが少なくなってしまっているんですがそういうことを学生諸君に私のどものキャンパスでは奨励してるんですね。奨励してるんです。それは何かっていうとやっぱり地域に入っていって高齢化した地域の実態を見てそれは自分たちの組織自分たち若者と高齢者の方を分断しないように高齢者の問題だけどそれは自分たちの問題でもあるんだと捉えてそこに対して何らかの汗をかくなりちょっと話し合いって何でもいいから特にそこで参与観察してそれを自分のレポートにしなさい。それをできたら僕らの大学では卒業プロジェクトと言ってるんですが卒業論文という形でなくてもプロジェクトという形で映像にしたりとかいろんな学生がいるんですがそういうことを奨励してきたんです。で私は京都の町に15万人の学生がいるということをもっと地域の人たちも受け入れてほしいし学生たちも学ぶという時に地域で自分たちより年配の人たちが中心の地域の中に入ってそこで学びを果たしてほしいというふうに思っていてそれをもうちょっと知恵と工夫を凝らせないのかな。そのことがもっとこの学生が自分たちの学生時代の4年とか5年を京都で過ごすだけじゃなくてこの地域に愛着を感じそして地域の問題を理解してどうやったら自分がそこに貢献できるのかということを意識を持ってもらいたいというふうに思っています。私は好きな言葉でこれは大阪の天神橋筋商店街の土井さんという瀬戸物屋さんから教わった言葉ですが勤めができて半人前稼ぎができて半人前勤めができて半人前両方合わせて一人前要は稼ぐそれ自分が自活することはすごく大事ですしビジネスは大事だけどそれだけじゃなくて地域の中で勤めを果たすということが大阪商人のこれは心意気なんやで松井さんというふうに以前
これは参議院時代ですが言われたことがありまして、その感覚を若い人たちも含めて、あるいは我々年配者も含めてどう共有するかが大切なことだと思っております。ちょっとこんな話をしてしまったので、もっと実務的な話は副市長からお願いしたいと思います。吉田副市長。松井副省の市長の方にですね、松井市長の方にご答弁をいただいたので、私の方からは特にはないですけども、ただですね、今おっしゃってましたように、ただ一つの事例としましてね、今区役所の方で町カフェ事業やってます。でそこに、学生が参加をしているというような事例もございます。非常に今市長がおっしゃってましたように志が高い学生が多くございます。ただね、ただ意見を聞きますと、どう地域に関わっていいのかわからないっていうやはり学生さんが多いんですね。意見は言うけども、この後どう関わっていったらいいのかわからない。やはり私自治会ですとか遅延組織を元気づけるということがやっぱりそこに一つヒントがあるというふうに思っております。しっかりとそういったその仕組みをしっかり作っていく。でその上でですね、そのためにも例えば今進めております地域の中での ICT 化 DX 化ということを進めていって、若い方がやっぱり入りやすい環境を作っていく。でそれが自治会遅延組織 の負担軽減にもつながっていくというふうに思っております。そういう認識で具体的にどういったことをしているのか、いろいろさまざま福祉の分野ですとかね、まちづくりの分野も含めてですね、学生がやはり入っているという実例もございますので、そういったことをしっかり我々も把握もして、新しい公共ということの実現に向けて取り組んでまいりたいというふうに思っております。合田委員。はい、ありがとうございます。まさにですね、今市長もこれまで の多くの経験、そういうものをですね、やはりこの京都市にもいろいろと生かしていただきながら、この新しい公共、それをしっかりと理念含め、染み付かせて、そして発展をさせていっていただく、そういうものをですね、しっかり求めていきたいと思いますし、今市長が少しご紹介いただきましたこの一人前、私自身もしっかりなれるように頑張っていきたいと思いますので、その点含めて、次の質問に移らせていただきたいと思います。2点目に関しましては、ヤングケアラーに対する取り組みについて少しお伺いをさせていただきたいと思います。私もですね、これまで前任期から幾度となくこのヤングケアラーの取り組みについて質問をさせていただきました。やはり私自身がこの母親が身体障害者の母子家庭というところでのヤングケアラーの当事者、そういうところでですね、その観点から質疑をさせていただいたところでありますが、本日初めてこの松井市長との総括の場において改めてこの件についてお伺いをさせていただきたいというふうに思っているところであります。2020年3月にこの埼玉県で全国初となるヤングケアラーではありませんが、このケアラーの支援条例を施行されて以来ですね、全国の自治体でケアラーを支援する条例制定の動きが広がっている中、このヤングケアラーの支援条例の制定も進んできたところであります。まさに先週のですね、12日には北海道で初めてとなります北海道の苫小牧市において国内で3例目となる苫小牧市ヤングケアラー支援条例が全会一致で可決成立をしたところであります。家庭内のデリケートな問題を他人に言いたくないという思いから、困っていても一人で抱え込んでしまう子どもも少なくない。そのため条例の中でこの町に住む大人たちがこのヤングケアラーを応援し、必要に応じて手を差し伸べる、そういう姿勢を示しておられ、市長からは大変な思いをしている子どもを助けられる町にしたい、そういう思いでこの制定につながってきたところであるというふうに確認をさせていただいたところでありました。またこの子ども家庭庁では今国会において子ども若者育成支援推進法を改正し、ヤングケアラーを支援対象として明確化していきたいとの方針も示されているなど、このヤングケアラーに少しずつスポットライトが当たってきている状況であるかというふうに私自身も感じている、そういうところであります。これまで本市ではですね、社会的に一度一層の向上を図るなどの周知啓発の取り組みや、一部地域では訪問支援モデル事業なども進めているところでありますが、松井市長が新たにこの市長に就任をされ、さらなるこの取り組み、それを推進を期待する、そういうところでありますが、本市としてのこのヤングケアラーに対する方針や取り組み、この従前からの充実や見直しを行うようなことがあるのか、どのように取り組みに行かれるのか確認の上でお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。吉田副市長。
今ヤングケアラーの件につきましては、国の動き等についても私も今承知はしているところでございますが、まあ、今審議をされているというところでございます。今委員の方からもございましたけども、今取り組んでおります社会的認知度の向上ですとか、早期発見、把握、そして課題解消、ニーズの把握、そして関係、いわゆる保健福祉局、子ども博組局、教育委員会との連携ということの方針についてはしっかりとこれは継続をしていくというふうには思っております。一方でですね、やはりそのご本人、ヤングケアラーといういわゆるその本人のケアも必要ですし、それから家族の方のケアも必要でございますので、しかしそこの部分につきましては、従来先ほどからもご答弁しておりますけども、やはり重層的相談支援ということがこのヤングケアラー対策についても非常に重要であると思ってますので、そこにしっかりとつなげていく、行政サービスにつなげていく、そういった取り組みを新たにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。久保田委員。はい、ありがとうございます。またですね、この先ほど少しご紹介もさせていただきましたが、このヤングケアラー支援条例を制定する動きの中で、本市としてもヤングケアラーの支援条例、またはそのケアラー全般、そういう部分を支援していく、そういうスタンスをより明確化する意味でもですね、この条例制定というものは私自身は意味があるというふうに感じています。本市としてのこの条例制定に対する見解、お伺いしたいですが、いかがでしょうか。吉田副市長。ヤングケアラー、それからケアラーの部分につきましては、先ほど言いましたようなヤングケアラーについては取り組みもしておりますし、ケアラーについてのその支援も行っているところでございます。この条例の制定ということでございますけども、昨年の11月で公明党の中村議員の方からもご質問をいただきまして、お答えしてます通り、先行自治体におけるケアラー支援条例の研究も行いまして、合わせて具体的なそのケアラー、ヤングケアラーも含めてですね、支援を進めてまいりたいというふうに思っております。久保田委員。ありがとうございます。すべての人にですね、この居場所、そして出番のある京都を公約の基本政策に掲げる、この松井市長においてですね、やはりこのヤングケアラーであるそういう子どもたちともですね、しっかりとこの対話をしていただき、そしてそんな子どもたちもワクワクする、そんな京都の街づくりに取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、その点も含めてまして、引き続き取り組んでいただきますように要望させていただきたいと思います。そして3点目、少し時間がないのでちょっと端的になりますが、このメタバースの活用についても少し質問させていただきたいと思います。この第二分科会の中でもですね、少し質疑をさせていただきますが、教育委員会においてこの引きこもり傾向、不登校対策などの児童生徒に対する学びの継続と居場所づくりのあり方について研究をしていくために、そのメタバースなどの施行実施の予算が計上されているところであります。私もこれまでメタバース空間を活用しての不登校対策の取り組みについては有用性があるというふうに思っているところでもありますし、取り組んでいただきたいという旨も質疑をさせていただくこともあります。将来的にですね、この引きこもり傾向の児童生徒がメタバースの授業を受けられるようにしたりとかですね、この授業で出席として認めるといったような、そういうところまで実現をしていただきたいなというところも思っているところであります。また産業観光局においては、バーチャル京都館のモデル実証事業を実施される中においても、このメタバースの有用性や広告獲得の可能性など、検証をされるところでもあります。この現在ですね、三重県の桑名市においてもメタバース役所の実証事業なども取り組ん、組まれているところでもあったりとかする中で、私としてはこの行政にとって幅広く活用できる可能性があるというふうに考えているところであります。将来的には本市においてもさまざまな行政手続きが完結できるような取り組んでいただきたいと思っておりますが、今後この本市としてのメタバース、どのように取り組まれていかれるのか伺いたいと思いますし、この黎明期のデジタル技術であるこのメタバースをしっかりと活用していっていただきたい、そのことも合わせてお話しさせていただきたいと思いますが、その点についてお伺いいたします。岡田副市長。はい、メタバースですけれども、我々もですね、自治体といえども、先駆的に着手すると、ただしこれ大きなチャレンジなので、試行錯誤を繰り返すという覚悟で今さまざまな取り組みをしています。でもう時間ありませんので、さまざまなことやってますが、適したやつ適してないやつ、成功失敗いろいろあります。単にそのメタバースの空間で情報提供するとか、こんなん普通にウェブのページがあったら済む話やんというのは、これはうまくいきませんでした。ただそこで結局交流をするとかですね、
アバターを置いてそこであったかも自分がいるように相談をするとか交流をするとかいうことは効果が非常にありましたので、没入感、臨場感、そういったことを中心に考えていきたいというふうに思っています。進行いたします。天方委員、天方委員、お願いします。持ち時間11分ですので短いですけどよろしくお願いします。京都市交通局市バス地下鉄事業経営ビジョンということで、令和元年から令和10年までということで10年間の計画をそもそも立てておられました。で、令和元年度は一番、収益が地下鉄も含めて良かった時期でございますけど、しかしコロナを得て、令和3年に改定版を出してコロナに対応した上で今後やっていくということです。で、しかしこの来年度についてもその改定した計画をもう一度改定もしていかなければならないというような状況にあって、そして 10% をもともとの改定した計画においては 10% お客さんがそもそも今後戻ってこないんじゃないかというような状況の中で今後進めていかなければならないというふうに伺っております。そして私もそう感じております。で、その場合令和6年度の収益についても市バス地下鉄についてそもそも赤字になるというようなことで、言っておられますし、お客さんについても令和6年度予想では市バスは 7%、 令和元年度比について一番いい時に比べて 7% 戻ってこないだろう、そして地下鉄については 3.5% ほどでしたかね、戻ってこないという状況の中でこの取り組みを今後加速をしていかなければならないというふうに感じています。しかしやっとこれコロナが進んで一息ついているという状況でございますから、今後観光客が特に外国人観光客がどのように戻ってくるかということはしっかりと織り込みをしていただいて令和6年度に向けて計画を作っていただきたいというふうに思っています。で、質問に入りたいと思っていますが、今回観光特急バスということで EX 系統で2つの路線をしていただくということでございます。で、これについては輸送力の再配分と増強、そして地下鉄をはじめとした鉄道を生かした移動経路の分散などということを課題にして、市バス、特に今回市バスで伺いますけど、市バスの混雑対策、市民生活と観光の調和に向けてということで取り組みを、この私はこれ2つの課題があるなというふうに思っています。その場合観光特急バスでございますけど、EX 系統ということで2路線を走らせていただきます。市バスの増車は給料というようなことですけど、これはドル箱である74のうちの12のドル箱の路線の基本的には混雑対策ということでしていただくというような趣旨でよろしいのかお尋ねしたいと思います。北村管理者。はい、6年度予算で現在801両の、バスの給料増車をいたしまして810両ということでございます。これは混雑対策ということももちろんございますが、周辺部分での、路線をしっかり維持するということも含めて市バス総体の、輸送力を高めたいということで810両とするものでございます。それで今ご紹介いただきました EX100、101、これについてはもっぱら観光客の方にお乗りいただいて市民の方が乗られる生活系統、ここをなんとかバスを救うようにして市民の皆さんに快適にバスをご利用いただきたい、こういう狙いで増設するものでございます。天方委員。はい、9台の増車というのは基本的には混雑対策ということはもちろんその趣旨にあるけれども、しかしながら町づくり、やそして変化するその市内中心部や周辺部についても対応していくというようなことで増車をしたというふうに今確認をしました。で、その場合ですけど、
今までもちょっと議論あったと思うんですけど、74系統のうち12の黒字路線、そして62の赤字路線でその仕組みが成り立っているということで、でまあ、いかにまあ観光客、特に外国人観光客をお客さんとしてですね、その周辺部に山間局を中心に流していくというようなことで、本来でしたら市民の皆さんだけが乗っていただいてもなかなか増収効果が期待できないというようなところであっても、外国人観光客をしっかりと見込んで周辺観光に外国人観光が観光客が行った場合、市民だけで乗っても増収が期待できないところを増収効果が期待できるというようなことで、今後それをしっかりと考えていただいた上で、その赤字路線をどう収益を上げていくかということについて取り組みを進めていただきたいと思いますけど、いかがお考えでしょうか。佐賀越副市長。はい、市バスの経営ですけど、ご指摘のように中心部の4分の1の黒字路線で、まあ、周辺部の4分の3の赤字路線を賄っている構造にありますので、まあ、大切な点は4点あるかと思いますが、1つは黒字収益の路線においてしっかりオーバーツーリズム対策を取った上でしっかりと収益を今後も上げていくということが1点から、2つ目は赤字路線についてご指摘のようにですね、しっかりと増収増客を図っていくということで、その観点では一つはですね、まあ、ご指摘のように観光分散化で、まあ、とっておきの京都ということで、周辺部の隠れた観光名所をプレイアップする取り組みをやっておりますが、まあ、そういう形でですね、中心部の混雑対策にも資しますので、できる限り周辺部の観光客の誘客に努めていくということが一つあろうかと思いますし、まあ、もう一つはですね、市民の方々もモビリティマネジメントということで利用促進の取り組みをされておりますので、そういうもので利用促進を図っていくということも重要になってくるかと思っています。それからもう一点ですね、旅客流動調査というのを10年に1回やっておりますけれど、利用実態に応じた利便性の高いかつ効率的なダイヤを組んでいくことによって増客を図っていくということも重要になっていくかというふうに思っております。浜方委員。はい、まあ、4分の3の赤字路線、特に市内中心部でなくてその周辺ということについて、まあ、収益構造を良くしていくということを、まあ、私はまあ願っているんですけど、というのは、まあ、増車をするにしても費用がもちろんかかる。で、例えば、まあ、黒字路線12をドル箱をドル箱にしていこうと思っても、運行回数を増やした場合でもなかなかこれまた車の渋滞にもつながってくる。そして、運転手不足でもあるということで、でそもそもはその1台の定員について満杯にしたところで、それ以上はそのドル箱の路線には乗れないわけですから、そういう意味ではなかなかこのドル箱の路線、黒字の路線を増やしていくという可能性と、今現在のドル箱の路線についてもなかなか限界があるんじゃないかというふうに感じているんです。ですから周辺のいわゆる赤字であるけれども、その収益を良くしていくということは非常に重要でないかなという観点の中で、私は赤字路線のその収益を上げていくということに取り組んでいただきたいという趣旨でございますので、よろしくお願いを申し上げます。で、もう一つはですね、西京区においては以前に、まあ、特69という路線がございました。佐賀、そして、京福の佐賀駅、そして阪急京都線の嵐山駅、そしてそれを南北に結んで桂駅西口という路線でございました。今はもちろん廃止がされています。で、何をお伝えをしたいかというと、新しくバスを走らせてくれというよりも、以前のその路線についてももう少し軟化をすれば、開業を JR 迎えて12年目13年目であろうと思いますけど、桂川駅、そして阪急京都線の、まあ、洛西口駅がこれ、ございます。
そしてイオンモール桂川があるということです。で一方で、西京区の北の地域の嵐山などについてはスーパーの問題や、まあ、区役所になかなか行きにくいというようなことがございます。ですから、市民がだけが乗ってもなかなか走らせることが不可能であるけれども、鉄道駅をバスで結ぶ、周辺観光に外国人観光客が理解を示して外国人観光客も乗っていただくことによって、そういう変化があることについて、まあ、対応していただくという、まあ、姿勢が非常に大事でないかなというふうに思っています。まあ、以前に走らせていただいた70号小さいバスで走らせていただいてましたけど、今大きいサイズで通常の運行をしています。ですからそれは変化を捉えて、そうやって路線作りに励んでいただけるということでございます。ですから今度6月運行計画を発表していただきますけど、まだ詳細は我々は聞いておりませんけど、どういう考え方に基づいて変化をもたらせたのか、それをお尋ねして終わりたいと思います。北村管理者。はい、先ほど岩崎委員 の, やり取りでもございましたが、この4分の1で4分の3というこの構造を前提とするべきではないんじゃないかというご指摘をいただきまして、周辺部において、観光とその生活利用を合わせることによって周辺部の利益性を上げて、周辺部もしっかりと路線を守っていくと、こういう考え方かなと思ってますし、さらに今天方先生からそこに観光の要素も入れるということがございます。6月のダイヤについてはもう今月下旬に、発表させていただくことになってますので、ご指摘今後のダイヤについて十分参考にさせていただきたいと考えております。進行いたします。伊崎委員。伊崎委員。はい、よろしくお願いいたします。私はですね、第三分科会でしたので、産業観光局の、予算について、引き続き教えていただきたいなと思っております。産業観光局の予算の主な新規充実事業ですけれども、京都スタートアップエコシステム推進プロジェクト、企業立地促進プロジェクト、ライフイノベーション創出支援事業など、これずっと総額でいくと10億円規模の予算になっているかなと思っております。でですね、これら の, 事業の中で助成金というのも大変たくさん組まれて、ちょっとホームページ拝見してもなかなか全部把握するのが難しいぐらいたくさん組まれているんですが、これをですね、審査されているのがほとんどが外郭団体である京都高度技術研究所さんであるかなというふうに伺いました。でこちらの方がですね、1988年に、市と府と産業界で、出資されて、設立され、今は、公益財団法人になっているんですけれども、これだから1988年からですね、こういう事業をずっとしてこられたのかなと。要するにその企業の立地促進とか、スタートアップの支援というのはされてこられたのかなと思うんですが、先ほどからですね、市長の方も、経済力をつける単税力を、まあ、上げていくというようなことをおっしゃってますけれども、要するに、まあ、人口が流出していたり、それから雇用を創出しなくてはいけないというような議論の中で、またこれ充実新規で予算が組まれていますが、これまでのところのですね、総括、法人市民税がどれぐらい上がってきたのかなとか、その辺のところの総括を、されているかどうか、まず伺いたいのと、でもう一つはですね、この審査の過程が、ほとんどが非公開になっています。専門性が高いこと、そして不正を防ぐということが、その理由なんですけれども、ここでですね、これ市民の税金で運営している助成金事業ですので、やはりこのもう少し情報公開、
必要ではないかと私は思うんですけど、いかがでしょうか。で、革新的な技術や研究にはですよね、食の安全、そしてですね、環境負荷、医療倫理などの観点から意外に市民の関心というのは高いと思っています。で、消費者団体や在野の研究機関でも多くの調査がなされていますのでですね、ぜひですね、この分野にもですね、違う視点、そういう市民の視点での審査していただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。岡田副市長。まず総括ということでありますけれども、総括について、例えばこれまでの支援によって税収がいくら上がったかというのは、これはさすがに算定できませんので、そこまでのそれを総括ということであれば、そこは難しかろうと思っています。ただそれぞれ助成をした事業者がですね、その後どういう展開をされているかということについては把握をして次に生かすという状況であります。そして今おっしゃっているさまざまな助成事業というのは、創業あるいは新産業創出に向けた補助金ということでございますけれども、アステムに補助金を一括して交付して、アステムが主体となって実施しているもの、あるいは京都市が主体となって実施しているものがありますけれども、アステムが実施しているものも、アステムが審査しているわけではなくて、そこでそれぞれ審査委員会等を作って、そこで審査をしているということであります。で、市民参加ということですけれども、こういったこれからの分野、先端の技術、まだ目の出てないアイデアを審査するものでございますので、例えばそれが事業化、製品化できるのかと、あるいは知的財産の保護はどうなんかと、こういった状況で経営がうまくいくのかという、相当な専門の知識がいりますので、そういった意味で専門家の先生方を中心に審査会を結成をして、そこで審査をいただいていると。で、そこで提供される情報というのは、まさにその企業の秘密事項に関することがほとんど、新しいアイデアとか、これをどれぐらい事業性があるかを見込んでいるかというような資料が出てきますので、少し一般にすぐに公開するのに馴染まないというふうに思っています。ですから今ご指摘のことを踏まえますと、審査をしたんだから、その結果についてはもっと細かく頻繁に公開すべきだと、市民の皆様先生方に公開すべきだということについては真摯に受け止めて実践してまいりたいと考えています。伊崎。市民の税金で助成をするということですので、成果はですね、市民に広く還元されるべきかと思います。そういう意味でも、もう少し、早めの情報公開求めて終わります。進行いたします。片桐。片桐。おととしの予算委員会の議論で、地域に移住者が入ってくるのだけれども、その方々は地域の伝統や風習にご理解がないから、役をやるのも大変やし、などという、そうした入り人の価値観によって、昔からの京都の伝統文化風習、こと京都の良さというものがどんどん失われてくることが課題である、こういう趣旨のご指摘がありました。私はこういうことを言い出してしまうと、なかなか日本中、世界中から若い世代や移住者に選ばれる都市を目指していくということに逆行するのではないかなというふうに考えておりますけれども、やはり実際地域にそういった声があるということもまた事実なんだろうというふうに思います。市長は予算提案説明での市政運営の基本的な考え方の冒頭で、番組小学校やコミュニティスクールに言及しておられましたが、それら明治の番組小学校に由来する自治組織やその仕組みが、心理的安全性も含めて今の若い世代や移住者の方にとって少し遠慮に存在になっているというのが実際のところではないのか、そうした自治組織に地域の合意形成や支え合いの担い手を過度に期待する行政の進め方が、政策に対する市民の満足感の低下を招いてきたのではないかというふうに感じております。先ほどお互いの立場を回してみるという、市長の言葉がありましたけれども、新しい公共を機能させていこうとすれば、
まあ、古き良き京都の地域の形の中に若い人にどう入ってもらうかということだけでなくて、やはりまさに外から入ってこられた方や若い方の価値観も取り入れながら、地域の側も今までのやり方を変えていく、新しい地域の形を作っていくという、そういうことこそが必要ですし、そのことに行政としてどう向き合っていくかということが大事だというふうに考えておるんですけれども、この点どのようにお考えでしょうか。吉田副市長。今委員の方がおっしゃってました前回のおととしの予算委員会の部分につきましては、私もその場にいましたけども、その理解としましては、新しい入った方に地域のその自治会のことの理解をもっと促進をしなければならないというようなご質問という趣旨だったのかなと思っています。その上で今おっしゃってますように、委員も思っておられますのが、その耐震活動とか自主防災とか、今やはり京都の自治会の中、地域の中で非常に優れているというところは維持しつつも、そこに若い方が入っていただいて、そこの価値観も踏まえた上で、まあ、新しい仕組み作りをしていくべきなのではないかというようなご質問だというふうには思っております。先ほども久保田委員の時にもおっしゃってました、お伝えさせていただきましたけども、やはり地域の大学事業者とうまく連携をしている学区ということにつきまして、学区ではね、やはり一緒に事業のリメイクをしながら、やっぱり活発に事業を行われているというところもございます。一つ、まあ、事例を言いますと、例えば芸大が下行の方に移転をしました。そこで七条商店街の方と協力もしてアンテナショップを開いている。また昨日私行かせていただいたんですけども、京都工芸高校の学生が七条商店街の方と一緒にそこの店舗を知って、そして、そこの袋ですとか包装ですとか、そういったことをデザインをしていく、まあ、そういった連携もあると思います。それをそういったことも地域に取り入れながら、やはり元気を作っていただく、そして、若い方もそこに入っていくことで、地域も知っていただいて、それぞれ会話ができる、そういう参加の意識が高まっていくのかなというふうに思っております。我々行政としましては、その仕組み作りをどのように作っていくのか、そのために例えば先ほども言いましたけども、DX、ICT 化を進めていかなければならないと思っておりますし、地域の方にもその有効性ということもご理解をいただきたいというふうには思っております。そういうふうに我々まちづくりアドバイザーも含めてですね、区役所も含めてそういった形でその意識で取り組んでまいりたいというふうには思っております。片桐委員。これからのね、やっぱり地域に必要なものは何かっていうね、考えたときに、やっぱりその今までの形ってもちろんあるんだけれども、そういったその前ずっとこういうふうにやってきたからっていうところにやっぱこだわりすぎない形、やっぱりその新しい考えも取り入れながら、やっぱ自分たちもやっぱ変わっていかなきゃいけないんだっていう、そういう意識をやっぱ持っていただくことっていうのは非常に大事だというふうに思っています。私自身も世代的な感覚の違いももちろんあるんだろうと思いつつも、地域コミュニティや、まあ、居場所づくりや、まあ、商店街や市民活動領域の中でいろいろ活動してきた中で感じることは、なかなかやっぱりそのずっともうやってきたから頑張ってくださいねっていう、その価値観ではなかなか若い人には響かない。これからの時代の地域に必要なものは、やっぱりある意味ゆるさであり、そこに関わることの楽しさっていうのをどういうふうに伝えていけるかだと思っています。そのことが、まあ、ややまだしもこの行政の内田さんはまだ弱いんじゃないかと感じてますので、そのことをどういうふうに、まあ、これからやっていくかという、その点だけ最後ご提言求めておりま す, 吉田副市長。今委員のご指摘については大変重要なことだと思っています。先ほど言いましたように、学生とかがそういう商店街を知ることで、そしてその自分の作品がどのように展開されるかということで、非常に関心を持って取り組まれるというふうに思いますので、そういうところでもそういう働きかけもしっかりとやっていきたいと思っています。進行いたします。平田委員。平田委員。長丁場お疲れ様でございます。最後の一人でございます。よろしくお願いいたします。まあ、2013年に参議院議員を引退されて以降ですね、まあ、政治家松井浩二ここにありというお姿を今日総括質疑を拝見させていただいて、感じさせていただいてとても嬉しく思います。私も持ち時間ありませんので、早速質問に入らせていただきます。本市の経済動向につきましては、アフターコロナにおいて徐々に経済活動が正常化し、インバウンドの
本格的な回復など長期にわたる物価高騰の影響について今後の動向を注視しつつもおおむね回復基調で持ち直してきていると、引き続き、地元企業事業者への下支えを行いつつ京都経済の復活と未来への成長戦略をしっかりと取り組んでいかなければなりません。先般行われました京都市長選挙におきまして新しく市長に就任された松井市長の選挙戦での公約において文化首都京都を支える強い京都経済の復活、そして多彩な才能の移住と交流によって京都をシリコンバレーのような都市にしたいと掲げられ市長に当選をされました。近年問題となっている本市の人口流出の問題、そして子育て世代の移住定住問題も踏まえると私はやはり企業誘致、そして働く場所の創造、それから住みやすい住環境の整備が非常に重要だと考えております。シリコンバレーはご案内のように、アメリカカリフォルニア州にある IT 関連企業が集中している地域のことですけれども、調べたところ簡単に言いますと1970年代頃から多数の IT 企業半導体関連企業が新しい技術を開発し、その後半導体産業の発展とともにそれらの資金が地域のベンチャー企業に再投資されたことにより好循環が生まれ発展を続けた地域の名称がシリコンバレーということです。それによって現在においても企業志望者のほか小規人材の獲得オープンイノベーションを目指す米国内の企業が相次ぎ進出しているというのがシリコンバレーでございます。シリコンバレーが成功した要因はさまざまあると思いますけれども、私が特に注目したのは大学との連携です。有名なのはスタンフォード大学ですけれども、シリコンバレーにおいては地域の大学との産学連携によって多くの企業がその業績を上げてきたという経緯があり、まさに本市がシリコンバレーのような町を目指していくとするならば本市が誇る大学の町京都、学生の町京都としての産学連携、産官学連携、これまでによりさらに力を入れて取り組んでいかなければならないと思います。今後の産学連携それから産官学連携についてのお考えをお聞かせください。松井市長。はい、ご指摘ありがとうございます。私はどこかの国の町をコピーしようというようなことを思っているわけではなくて、京都には京都の独自の文化がありますので、全くシリコンバレーと同じような発展が必要だと思っているわけでもないし、それが適切と思っているわけでもないんですが、大切なことは京都には非常に創造性のある大学研究機関が多数存在します。で、シリコンバレーの場合は、東のハーバードとか MIT とかいうものに対して西はそれこそスタンフォードであるとかカルテックであるとかUC バークレーとかを本当に拮抗するぐらいのノーベル賞に代表されるような研究者を輩出して、それが結局イノベーティブな街づくりにつながっているということが私は特徴だと思っています。で、大事なことは先ほど来いろんな先生方からご指摘がありましたが、どこかから外から優秀な企業を引っ張ってきたらそれでいいということではなくて、そこが地域にしっかり混ざり合ってですね、地域の企業も豊かにしていかなければいけないし、そういう環境にあるということがまた優秀な人材を京都に集めるということに好循環を作っていくことでございまして、その好循環に向けて種まきをしていきたいというのが私の思いであります。平田委員。はい、まさに人材の交流好循環を作っていっていただきたいと思いますし、スタートアップの支援に加えて企業誘致の観点から本市のオフィス不足の問題非常に深刻だと思います。私の地元伏見区の洛南新都計画等で今進められている計画地域、まさに、京都サウスベクトルと合わせてですね、まさにうってつけの地域になると思いますが、そのあたりの考え方いかがでしょうか。岡田副市長。はい、洛南新都そして京都サウスベクトルの取り組みしてますが、ここは私どもも非常に期待をしております。で、この間ですね、さまざまな都市計画の見直し、そして助成制度の充実などを行って、制度の改革だけではなくて、特別に体制も充実をして、企業さんを訪問して、直にお話をして、こういう見直しをしてますと、ニーズはどうですかと、ご要望はどうですかということをお聞きをして、前に進みようとしております。おかげさまで、この3月に、この洛南新都以北の、助成金使っていただきまして、サウスベクトルの誘導の第1号
の企業が本社を開設されるということで、まだ庁に就いたばかりですので、これから松井市長とともにさらに全力で取り組んでまいります。以上で本日の総括質疑を終了いたします。理事者の皆様、お疲れ様でした。委員の皆様はもう少しお残り願います。委員の皆様には3月11日の分科会での審査を皮切りに、本日の総括質疑まで連日格段のご協力をいただき、政府委員長として感謝いたしております。付託議案の取り扱いについては各会派等でご検討いただき、3月26日火曜日に開会する委員会で討論決了といたしますので、いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これをもって本日の委員会を散会いたします。委員の皆様、お疲れ様でした。